おはようございます。こんにちは。こんばんは。ゴスキャです。今日はね、ちょこっとご質問いただいたことがあって、それについてのいろいろ喋ってみようかなと、そんな風に思います。ミシンのことだね、今日はね。とっとっと、ハサミ。あれここはこうか。今糸をまとめて巻いてますね。一個ずつさ、やるのめんどくさいじゃない。だからある程度よく使う糸はね、こうやってまとめて巻いちゃってます。僕は質問いただいた内容これじゃないですよ。これじゃないんだけど、これについても前ちょこっと聞かれたね。これはね、ボビンワインダーで、これで巻くのがやっぱ一番早い。まあ、早いのが正義じゃないんだけど。で、これはね、ここの位置をこうずらして、ここにセンサーが入ってて、ね、縦にピーンとこう。で、そこのセンサーに物陰が入ったら止まるみたいな感じなんで、いっぱい巻くのか少なく巻くのかはここで調節できて、これがカッターになってるのかな。で、ここから入って、こうして、こっちから出して巻くと。で、このスプリングが、映ってねえやな。スプリングが入ってるんでテンションがかかってると。ここから入って、こう回って、こっち。で、これがカッター。で、スイッチ。で、これポン。で、これを押さえて、っていうか、これね、やっぱね、こう、何本も巻いてるとね、こう、よりがどんどんかかってきちゃうんだよね。まあ、これはこれで、こっちのよりの方向は正しかったりするんだけども、これがブルブルっときて、この塊のままドンっていっちゃうとさ、塊巻いちゃうじゃん。それは良くないよね。それは良くない。そうならないために、ここにこういうのがついてんだけど、さあ巻きましょう。これ、正しいやり方はわからんのだけど、こうやって、ね、ここにプル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 回ってますけど。そう。で、こうやって、これを、なるべく短い一番根元でパチンと切ると。こんな感じにしてる。これがさ、出っ張ってるとなんか悪さしそうじゃない？これなんか他にやり方があるのかもしれないんだけど。あ、思い出した。今日は質問2件だね。お答えね。で、これ、糸が巻いていくときにさ、この上下は、こっちの方でなんかコントロールしてるの？みたいなご質問をもらったんだけど、これね、何もしてないです。何もしてないんだけど、じゃあここを写しましょうね。ここ。こんな風に巻かれていきますってやつね。低いとこ低いとこに糸が逃げていくんで、特に何をしてなくても、そう、ここをね、なんかこういう風に上下に送るような装置がついているものもなんかあったりするよね。そうだ。僕の持ってる昔々の、100年ぐらい経ってる昔のミシンなんだけど、それはそういう装置がついてたな。片やこのね、センサーがついててピタッなんて止まる、こんな機械式じゃなくてね、電気でやってるものにはそういうものがついてないっていうね。なんでこれを今まとめてやってるかっていうと、あれ用ですよ、あれ用。帆布。よいしょ。帆布をね、まとめてどさっと縫わないとなと。気がつくとなくなってるんだよね。そして、ポリッシングクリーム。もうね、全然読めない。あ、このぐらいのペースだったら来週あたりに発注すればいいかなと思ったら、一気にドワッと出てしまって、あと在庫1個だったりしますね。もう慌てて今日注文したんだけど、まあ、使ったことがない人はぜひ一緒使ってほしいなっていうアイテムではあります。これね、小歯磨き本当楽になるから。これは試してほしい。
もう買ってすぐさまこれだっていうんで、詰め替えのでかいのをね、お求めいただいたりとか、もう初めからもう、ね、でかいの買ってくれる方もちょいちょいいるんだけど、とりあえずね、容器がさ、容器があるので、普通のやつを買っていただいて、で、これね、容器がね、結構高級感あるでしょ？で、これの容器に詰め替えを入れていただくのがいいんじゃないかなとは思ってますけど、こんだけやりゃいいかな、しばらくは持つかな、もう一個ぐらいやっておこうかな。よそう、今回の質問の内容は、これ今のはボビンワインダーね。このミシン、こっちにあるミシンを、まあ、移しながらやろうか。重機の、DSC だっけ？ DS、246ってあるじゃん。DSU か。ね、246。名義ですよね。総合送りの。と、この TK341 と迷われてるみたいなんですよ。ほんで、筒のところ、写しながらやろうかなって言いながらもう話しちゃってますけどね。筒のところが、241のが細いのかな。僕が前使ってた、ダングマンさんのやつも、筒は細かったですね。バイガマなんだけど、バイガマってこれが大きさ2種類あるんですよ。大きいのとちっちゃいの。これ大きいのが入るの。これも大きいのが入るの。で、大きいのが入るから、筒が、この腕ミシンの腕の部分ね、の筒が、太くなってしまうんだけども、あれは細いんだよね。そう、そうなのよ。で、なんて書いてあったんだっけ？ちょっと待ってよ。プリントアウトしてきたんですが、珍しく。原稿的なものがだからあるんですね。2点質問があったんで、今回は1点だけね、他のやつ1点やったんで、ね。DSC246 は腕の口径が細くて、タッキングは少し太いようです。ここの部分だね。よいしょ。今、平テーブルにしちゃってるんだけど、これじゃなくて、ここの部分ね、ここにボーンって筒みたいなのがついてるの。まあまあ、うちのね、視聴者さんはみんな分かってるよね。これ今、テーブルがついてるだけで、腕ミシンって基本的にここはこういう筒みたいなのがボーンと出てるんだけど、これがぶっといか細いかっていうところなんだよね。多分そこを心配なさってるんだと思うのよ。で、一般的な財布のマチとかの狭いところは縫い進めると、この口径がね、ぶっといのが邪魔して、マチ全体を縫い切れないかなと考えていますと。実際タッキングはこいつはね、ここ太いやつなんで、どれぐらいまでいけるんですかっていう質問をもらったんですね。まあ、外せばいいんだけど、この後すぐ使うんで、この動画のために何かその僕の時間が削られてるってことは、極力なくしたいというか、動画メインじゃないんでね、お仕事の途中を、紹介していくっていう、スタイルなので。例えばですよ、これが布だとしましょう。ね、布とか革だとしましょう。で、この縁をこう縫うのね。袋物とか。ここの、またちょっと奥の方がーっと縫うとかね。こう、洋服の袖みたいなものとか。そしたら、ここの筒の部分っていうのは 細ければ細い方がいいね。そういうシチュエーションがあるならば。太いので、この口径より太いのはここには入らないじゃん。でも、ちょっとこう浮かせてね。こう曲げて。ここをこう縫うにしても、こう曲げて、この筒の中にこう入れてこう縫うんじゃなくて、こういうふうにして、ここをこう縫っていけば、縫えないことはないんだよね。縫えないことはない。あ、これね。あ、まあ、これも今度紹介しよう。なんだろう。例えばこれ紹介しちゃおうか。電気つけようよ。電気つけようよ。よいしょ。これね、私の宝物でございますよ。ね、もうね、もったいなくて使えないっていう。これミネルバボックスみたいな感じだね、革はね。
すごい上質な皮ですけども、これね、新屋きじまって書いてある、まあ、きじま新屋さんが作ったものなんだけど、もうね、きじまさんはね、このミシンの達人だよね。ミシンがけすっごい綺麗、あと仕立てもすごい綺麗。学ぶべきものがね、たくさん詰まってる。で、まあ、これは超然だけど、例えばこういうところとかは、こういうところとかっていうのは、筒が細くやったらこういけるかって、そうじゃなくて、これは、なんちゅうかな、あ、でもこれ最後にここを縫ってるんだから、ここはあるはずだけど、うまく縫ってるはずなんだよね。こう、なんちゅうだろう、こうして縫ってるんだか。で、例えば、ここからここまで、ここから縫い始めれば、バーっとね。で、行って、最後の最後にここまで、ここで止まるんだったら、これっていうのは気にならないじゃん。とか、先にここだけポッて空縫いしといて、で、こう行って、ここで止まるとかね。そういうのがいっぱいあると思うんだよ。それとか、マチの部分っていうのは、例えば、これはちょっと違うんだけど、こういうふうなマチになってて、こういうところをどう縫うかっていう話だと思うんだよね。これはね、それそのままを縫うんじゃなくて、この工程の順番とか、その縫い方とか、この形とか寸法を工夫して縫えるようにしてるっていうのが正解な気がします。だからここの筒の太さ云々じゃないのかなって思います。だから見ててね、こう作られたものを見てて、完全に分かったつもりでいるだけのものもあるし、これどうやって縫ってんだか未だに分かんねえっていうものもありますよね。まだある。だから、こういうミシンの、こういうアイテムの、その工程とかっていうのは、ネットなんかにはほぼ出てない気がするね。手縫い系のものっていうのはいくらでも情報あるけど、ほぼ語り尽くされちゃってんじゃねえかなと思うんだけど、ミシンのこういうものっていうのは、ほとんど出てこないね。やっぱりこの、本格的な量産の、まあ量産じゃないにせよ、ね、こういうアイテムっていうのは語る人がほとんどいない。まあ、手縫いの人口の方がはるかに多いと思うんだよ。ミシンでやる職人さんよりね。だから、絶対的な出てくる情報を発信する人の数が少ないっていうのはもちろんあるんだろうけど、まず情報っていうのはね、出ないよね。僕も割と出してる方だとは思うけど、出してないこともあるし、ましてや、ちょっと変わった縫い方をしてクリアしてるところ、変わったっていうか、それが常識なのかもしれないけども、そういったものは、あるんだけども、また特殊な抑えじゃなきゃできないものもあるんだけども、そういうのはやっぱ、まあ OEM だったりするんで、出せないっていうのもあるけど、そうなんです。そこはね、工夫してどうにもなるもんなんだと思います。例えばさ、こんなとこなんか、こういったらここの角まで縫えないわけじゃん。だからここは先に縫ってるわけだよね。先に縫って、後からこう、外周に行くから、ここはクリアできるとか、そういうところっていっぱいあると思うんだよね。そう。ここもそうだよね。で、ぐるりんといかないで、これね、それを言ってしまうと、木島さんに怒られてしまう気がするんだけど、そう。これでもね、オーダーあるの木島さん、すごいよ、ほんと、すご腕ですよ。もうこういうとこの、この刻みとかね、すごいでしょ、ほら。ね、綺麗にこう、菊寄せというかね、綺麗に刻んでるじゃん、こうやって。こういう作りで、あとね、こっちの R と比べて、こっちの R がちょっと広いよね。この広い R のところも綺麗にこう寄ってるよね。そう。で、これはもう、全部へり返しで、コバを磨いてはないんでね。全部へり返し仕上げになってるんで、へりは返してるんだけども、ね、この返して、こう、くるんって最後に、こう、巻いてるんだけど、この巻いてるところはどれぐらいの厚みを薄くしてるのかなとか、ね、
これがまたね、ものすごい細い捻でピシッと入ってるんだよ。最後にね、これ縫った後だと思うんだけども、こんなん綺麗だよ。だし僕なんか普段あまり使わないんだけども、こう布のね、布を使ったこの仕立てとかね、シャンタンかな。ね、ここをどうやって接着してんのかなとか。ね、この布を使うことによって、ここの重なり部分の厚みなんていうのもぐっと抑えられるわけじゃない。すごい綺麗にまとまってると思います。またね、わあ、これ話しちゃおうか。話いいのか、怒られるかな。まあいいや。もうね、まあ、お付き合い始まってから、今いろいろで、木島さんからね、まあ、存在がかっこいいんだよ。やることなすことすべてが。ポイッとこれね、くれたの。プレゼントしてくれたの。使って、なんて。いや、これをみたいなんとかね。あと僕はね、ちょっと長い間、京都の方の病院にお世話になってたことがあるんだけども、ね、木島さん、オーダーあるは東京ですよ。東京なんだけど、ちょっと行くねって言って、ポイッと京都まで来て、で、ジョッキでビールを2人でぐっと飲んで、じゃあ、お元気で、ね、お大事にって、お守り一つを僕にね、お守り一つを僕に直接手渡しするだけのために、京都に来て渡してビールを一杯飲んで帰るっていう、なかなかできることじゃないと思うんだよね。素晴らしいです。素晴らしい仲間だと思ってます。仲間というかね、僕にとっては先生ですけどね。まあ、俺の方がじじいだけど。だし、虹神さんも来てくれたよね。そう、川崎さんも来てくれたんですよ、四国からね。素晴らしい仲間にこう囲まれてると思います。虹神さんは大阪からかな。東大阪だよね。そうなんですよ。もう本当にね、仲間に恵まれてるなと思います。こうね、こう見れば見るほどね、細かいテクニックがまた、すごい綺麗。なかなかね、僕もこういう、作ったことないことないんですよ。作ったことはあるんだけども、これ大変です。でも、慣れてしまうと、これも早くできるんだろうなと思ったり。いや、そんなことはねえな。やっぱ手間かかってますもんね。すごい作りが綺麗です。こういったね、布を併用したシャンタンとかを使ったアイテムも、もう毛嫌いしないでガンガン取り入れていきたいなと思ってんだけど、なかなかもうやる時間がないですけどね。この内側にあるポケットとかもさ、ね、これ工程的には一番最初に取り付けないと、ダメなところなんだろうけども、ね、これをさ、位置決めをパチッとここに位置決めして、で、後からこのアウターと合わせるときにこの位置をさ、とか考えると、どうやって合わせてんだろうとか、どういうジグを使ってるんだろうとか、まあジグは使ってるんだろうなって、とは思うんだけど、ね、このミシンのピッチも、これすごいって思ってます。はい、もったいなくてずっと使えないで、たまに出しては眺めてます。これはね、ダレスクラブのダレスさんね。交換しようなんて言われて、交換したやつ。そう。ちょっと嬉しかったね。この作り方、ダレスさんはね、割と、動画とかもね、YouTube チャンネルを持たれてますよ。動画とかでも、あ、ここのこれこういうふうにやってんのか、みたいな動画を公開してますからね。あ、要チェックです。はい。このね、このパーツをここに使うか、みたいな。憎いよね。シクスティーさんのお財布も持っているじゃん。いくら自分でできるからって、そうじゃないんだよね。やっぱ人のが欲しかったりするんだよね。だから僕のとこのアイテムを自分で作れるのにっていう人が買ってくれるのも分かる気はする。結構プレッシャーだったりするんだよ。あ、そうか、さっき言ったのは街、こういうところだろうね。こういうところをこう縫うとしたら、ここミシンが入らんじゃないかっていうことだよね。これね、だからそういうのね、いろいろね、クリアする方法があるんだと思うんですよ。この寸法じゃなくて。さすがに平ミシンじゃ厳しいけどっていうところなんだろうなって思うんだ。で、僕もね、解明しきれてないものって結構あるんだよね。これ、
これはね、嫁さんの、親父さんにもらったものなんだけど、これはさ、これも同じように、ここ、ね、へり返しで、小刃は終わってるんだけど、これどうやってやってるんだって、これね、分かったとき結構嬉しかったんだよね。こういう角。これはね、表と表をこう、くっつけて、ダーッと縫うでしょ？ダーッと縫うよね。で、ぐるりんってひっくり返して、ぐるりんとひっくり返して、ね、返して、返ったこの縁をもう一回縫うんですよ。だからここはね、ステッチがね、2回入ってるんです、ここ。そういう巻き方をしてるんだよね、ここは。面白いでしょ？だからこう、額縁みたいになるのね。そうなんです。で、ぴったりの寸法だと多分厳しいじゃん。ちょっと大きめのやつでぐるりんって返してね。そう。表と表をくっつけて、ぐるりんとこっち側を返して、で、ここの縁を縫うっていうのが、これなんだけど、通じてるかな？実際に何かやんなきゃわかんないかもしれないけど。そして、ここの余った部分っていうのを、余った部分は後から切ってんだけど、カッターで切ったらさ、カッターで切ったら、この内側も、これも切っちゃうじゃん。だから、よいしょ。そういうのを取るための道具があるんだ、こういうの。これ、一切りっていうんだけど、ここで余った部分をこれでシャーっとこう落とすわけ。そうすると、こういう仕立てになるんだよね。こういうのも、どこかサイトでか、出したりしてるのは見たことがないな。これでも言っちゃいけないのかな。某有名メーカー。シルバーの何かがついてて、ものすごい高いハイブランドのファンも多いところの、このレザーアイテムはその作り方してるよね。で、またね、これが破れたりするんだよね。傷んだりするの。小刃の磨き仕上げじゃないからね。これ返すところが薄かったりすると、ね、結構ダメージがあって切れたりするんだよね。やっぱり正規のところで修理に出すとすっげえ高いから、そういうのの修理できますよっていうので、いっぱい仕事を受けてる人間を僕は知ってますけどね。はい、分かる人は、ああ、あれかって、やつかっていうのがこう、ピンと来てると思いますけども。そうなんです。だからミシンっていうのは本当語られてないんで、調べても分かんないと思います。だからひたすらやって実験していくしかないんじゃないのかな。やっぱりそれとかね、こういうのガンガン作られてるところの画像とかもないもんね。あんのかな。俺がまあ本格的に探したことはないんだけど、そう、そんなんだと思います。はい、てなわけで、これ僕はね、MBT は使わなくなりましたね、ビニモのね。これ、普通のビニモなので、ばらけるんですよ。ばらけるから、ばらけるのを、まとめるのに、ロウを使ってますね。ドクロのやつもあるんだけど、それを使いたいんだけど、それを使いたいんだけど、持ってるんだけど、これを捨てるのもなんなんで、捨てるのもなんなんで、あとエロいやつ、エロいロウもあるんだけど、まあ、僕のサイトで見てください。ドクロとエロウってありますから。でしょ。で、これをちょっと使いたいんだけど、使い切ってかなと思ってんだけど、これぐらいの用途なんで、全然減らないんです。はい。全然減らないって思ってますけど。ね、針に通す時も先がばらけてんでやりづらいじゃん。それをね、まとめるのにね、ロウを使ってます。よいしょ。ね、今バーッと裏に、よく使う糸だからさ、二巻きは持ってたりするから、縫いながら巻くこともできるんだけどね。それよくはまとめてやっちゃった方が早いかな、みたいな、そんな感じです。メガネしないぞ。あ、ばらけるぞ。
ね、こういうのはね、MBT の方がやりやすいんだけど、ね、この水平釜っていうのは、あ、そう、水平釜と垂直釜っていう、最初に戻るけど、によってもこの筒の太さって違うんだろうなと思いますけどね。わあ、いっぱいだな。これで、次はね、エアブラシのことかな。もうまた動画にしますね。そう、筒の太いの細いのっていうより水平釜か垂直釜かどっちがいいのっていうので選んだ方がいいかな、ミシン買うときはね。多分ね、糸の締まりは分かんないよ、分かんないけど、垂直の方がいい気もするんだけど、水平の方が糸調子は取りやすいね。うん、そんな違いがある気がします。よいしょ、よいしょ。いやー、これテーブルがいっぱいなんだね。ここでできる？ここでやる？こういう横着はね、よくないんだよねって思いつつ、ダメだったらテーブル片付けよう。そう、せっかくね、ポリシングクリームもリキッドもさ、販売してるから、ついでに買うならいいじゃんねって、わざわざこれだけのためにね、っていうのも、だから品切れになんないようにって思ってるんですけどね。なかなか内容がね、あ、内容がね、こう、ついでにと思ってると後回しになっちゃうんで、どこかで作業を止めてこれにかかんないとなっていう感じですね。やん、今日朝早くから始めたから腹減っちゃったよ、腹。縦の糸と横の糸があるので、こう切っていく方向のこのに対しての、こっちの糸だけを切って、こっちの糸は切らないように、糸の1本の太さも、要はまたがないように、絶対じゃないですけどね、切るようにしてます。そうしないとさ、ばらけるじゃん、後からね。いくらばらけるの帽子で縫うにしても。です、ほんとね、うちで販売はしてるんだけど、おっきな方が絶対安いんですよ。ただこんなでかいのいらねえよって思うもんね、みんな。だから僕が小分けにしてると。えい、よいしょ、そんな感じです。目がね、地道でしょ。とっても地味な作業です。はい、これを動画にしてどうすんのって思ってますけどね。またね、ちょっと面白いもん買ったんで、それも紹介していけたらなと思ってます。
それっていうものをもう紹介できたらなって思いますけど、そうそう、これ糸をまたぐとこれが出ちゃうじゃん、ね、なんかとってもどうでもいい話をしてる気がしますけど、なるべく直角に切った方がこの糸の折り目に対してねロスがないけれども、曲がるときは曲がるって感じかな。こんなんさ、こんなん自分でやってる、自社でやってる職人っておるんかいなと思いますけどね。まあまあ、この磨くものをうちは出してるんで、これは義務だと思ってますけどね、僕自身はね。どうなんでしょうか。これこそ外注案件かな。誰が作っても一緒だもんね。いやでもこれは俺がやるから意味があるのかなっていう気がねえか。なんだろう、でもこうこんな布一枚なんだけど、ねえ、この小場を通して何かこう皆様とこうね会話してるようなもんじゃないですかね。ポリッシングリキッドとポリッシングクリームと、ね、またステンビットとかもそうですけど、わこれ何どう一個大きい、たまに大きいの混ざられますからね、それは当たりです。シングリキッドもそうですけど、クリームもすごいですよ今本当に。想像を上回るペースで加速度的に、違う、加速度的に違うな、加速度がすごいです。はい、黙々とやりますか。よいしょってな感じでね、ほつれないように、なんかロックミシンとか持ってないんでひたすらこれで縫いますけども、ね、こういう風に置けたりすると、ああテーブルってなんて便利って感じですけど、あの ZIT ツールさんね、今回はミシン動画なんですけど、この341、このゴスケア仕様にしてくれって言ったら多分これつけてくれると思います。これね、これだから、こういう時にね、こんな直線を縫うだけだからさ、グッとスピード上げたいんだけどね、あのサーボモーターのあのピピピピッとこうボタンを押してスピードを変えてなんてめんどくさいじゃん。これはもう本当にここにあるダイヤルをグリッと回すだけでもハイスピードになるんで、ね、だからこの一番目いっぱいの時のスピードっていうのは最初に設定できるんだけども、例えばこれでね1000っていうスピードだとしたら、真ん中にすれば500になるわけじゃん、ね、こっちに来れば300とか200になるわけでしょ。もうこれだけでピュッとスピードが上げられるのがすごく便利。これ今までなかったんだよね。あったにせよローパワーのものしかなかったんだよ。これがあのようやくあの入手するのにあの経路が目処が立ったみたいなんで、これから先ね、この341を買われる方はこのモーターにしてくれって言ったらできるっぽいですよ。はい、よいしょってな感じで縫いましょうかね。でピッチをグググッとグッと細かく
ぐらい、ぐらい、2ぐらいかな。スイッチ入れてないな。もうちょい細かくていいか。もっと早くていいか。ね、スピードの調整がダイヤルでできるって最高。てな感じです。今回の動画はこんなんで終わります。またね、何かの何でしょう、ネタ投下でも何でも良いです。こんなの取り上げてほしいみたいなのがあったらお知らせくださいませ。てな感じで今回の動画は終わります。じゃあね、バイバイ。はい、本編終わりの、あとはどうでもいい動画なので聞き流してくださいませ。さあ、本当、前も言ったかもしれないんだけど、この帆布の匂いってさ、この匂いを嗅ぐと思い出すことがあってさ、これね、お求めいただいた方は匂いを嗅いでみてください。何か思い出すと思います。匂いってさ、その匂いと一緒になって、なんて言うんでしょうね、その匂いを感じた時の情景というか、何かね、そのシチュエーションというかを一緒に思い出すことってないですか。これ何の匂いがするっていうことは、飛び箱とかさ、この体操の時のマットの匂いがするのよ。おそらく帆布が使われてたんだろうね、あの辺のアイテムっていうのは。もう久しく見てないけどもさ、だからこの匂いがするから。で、そういう、その匂いがする場所ってもちろん、学生の頃の体育の授業とかなんだけど、そうじゃなくて、体育倉庫ってあったでしょ。そういう体育に使ういろんなものをこう収納していくところ、しておくところ、外のだとね、石灰の匂いがするから、そうじゃなくて体育館の脇にある倉庫みたいなね、あっこの匂い、あれを思い出すんだよね。で、体育倉庫ってさ、悪さしなかった？いろいろと。まあ悪いことするのは決まって体育倉庫な気が しますけどね。そんなことないですかね。数々のいろんないけないことを僕は思い出します。いいのかな、こんなこと言っちゃって。よいしょ。ね、教室の中にいたどうのこうのよりも体育倉庫での思い出の方が強く残ってますね、僕は学生の頃は。
匂いね。まあ素敵な思い出を思い出すかもしれませんよ。喋りながらこのね、このハンプの香りが、ハンプの匂いが充満してる倉庫を思い出すならさ、まあまあつられていろんなことを思い出しますわね。絶対これ YouTube なんかで喋れねえっていうことがいっぱい思い出してますけど、コンプライアンス違反でしょうか。よいしょ。こういうこと言うだけでもダメなんじゃねえって思いますからね。まあただでさえ僕のこの動画あんまり広告がつかないんだけど、ついてる？ついてる？わからないけど。眠くなるでしょ、この動画を見てると。そんなことない？よいしょ。このままダラダラやってたら、このままずっと塗り終わるまでやっちゃいそうな勢いなんで、こんなもんにしときます。僕にとってのこのハンプっていうのは、なんか決していい匂いだとは思わないんだけど、なんか青春の匂いです。こう記憶のトリガーになるんだなって、そんな話で締めようと思います。じゃあねー。